始めよう進めよう健康経営このコーナーは全国健康保険協会富山支部の提供でお送りします皆さんは健康経営という言葉をご存知でしょうか企業が従業員や家族の健康を考えることで経営面でも大きな成果が期待でき健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践しようという取り組みです このコーナーでは実際に健康経営に取り組んでいる県内企業の方々にお話を伺っています今日は PF オートメーション株式会社代表取締役社長田辺治さんにお話をお聞きしていきますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますまずは PF オートメーションについて教えていただけますか えと当社はですね、富山市の池田というところで、高速道路の富山西インターチェンジのですね出口の呉羽南部企業団地内にございます。新潟と広島に営業所がありまして、まあ、あの従業員は今55名ということでやっております。実にますと、昨年、えー、おかげさまで創業30周年を終えることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、と、業務内容につきましてはですね、まず皆さんの身近なインフラ設備なんですけど、 上下水道とかですね電力関係、要は電気関係ですね、はい、そういったものの設備のですねあと、世の中で製品を作るために必要な原料を作る製造会社、特にあの化学工場とかそういったところの自動化の装置を機器の販売を行いましてさらに自動化のシステムの、えー、開発とかですね、はい、納入を行いまして最終的にはそれの保守のメンテナンスを行っております。 ななななかなか表に出てこない会社なんで、えー、まあちょっと非常にあの説明しづらいんですけど生活する上ではなくてはならないインフラの関係の自動化ということでですね非常にちょっと世の中の役に立っているということで自分たちも自負しておりまして社員もそれのことにおいてまあ業務を励んでいるということでございます。 確かにインフラって聞くと、もう私たちの生活にはなくてはならないものなので、もう縁の下の力持ちっていうね本当に重要なお仕事ですよね。はい、そういう気持ちで、うん、まあ日々取り組んでおります。え、うん、そんな P.F. オートメーションでは健康経営についてどんな取り組みをされているんですか。はい、まずあの私はあの社員がまず健康でないと良い仕事ができないというふうに思っておりますので。はい まず大事な健康診断ですね検診を全社員に確実に受けてもらってます。まあの検診後にはですねやはりあのー、これは個人情報でもあるんですけど私自身が一人一人の全部結果をですね一覧表にまとめまして検査の、ね、指摘のある社員に関しては個別に面談をして、はい、さらに再受診を行ってもらってます<あ>でそ田辺社長、ね、自ら その面談されるんですか、ねあのね、個人情報だということを強く言われるんで、はい、この健康診断の結果というのはなかなかこれは公表できないんで私の方だけでまとめて個別に社員一人一人にあなたこれだからちょっと最新に行ってきてよとか、はい、ここちょっと気付けた方がいいねというようなことをお願いして行、まあ、ってもらっているということです。 いうことで、一応一人一人のちょっと健康状態は管理しているつもりですけど。これはなかなか、あの、そうは言いながらも、行ってもらえないのも現状です、はい。あ、まあ、皆さんそれぞれね、お忙しいっていうのもね <laughs>、ありますもんね。はいはい、それと、あと、あの、特定の保険指導対象者というのは連絡ありますんで、それも必ず指導を受けてもらっているということをやっております。あとですね、あの、まあ、先ほど言いましたように、ちょっとどうしても問題のある社員に関しましては、実は毎日、朝。 体温とか血圧とかそういう体調をですね、えー、確認して、まあその上司なり同僚がですねそれを確認してから業務にかかるということも行っております。これ毎日なんですね。毎日で記録も残しております。すごい徹底されてますね。まあちょっとそこまでしないといけないちょっと社員がおります。<laughs> あんまり言われないんですけど <laughs>。<laughs> はい。それとですねあとあの実にと簡単ですけどリフレッシュルームというちょっとこう リラックスにできるような部屋があるんですけどそこには体重計とか血圧計を常時設置してですね休憩時間に、まあ、計測できるようにしましてそれぞれの各自での体調を管理をしてもらってますし、はいまあ、そういった結果なんですけど朝礼等ですね結構あのやってるんですけど一人一人割とそと自分の健康の取り組みみたいなことの話題も結構話してくれるので、はい、そういう意味では非常に意識が向上しているかなというふうに思っておりますえー、皆さんどんな取り組みされてるんですか、まあ、それぞれぞはねあの、はい、ちょっと体重が浮いてきたから ジムに行ったとかねワーソン始めたとかいろんなそういう話は出てくるんだけど大体、はい、続いてないですね <laughs> <laughs> まあでもやってみるっていうこともまずはね、えーはい、大事ですもんね、えー、そういう意識だけはあるような気がします調理でそういう会話が飛び交うとあじゃあ私もやってみようかな、えー、俺もやってみようかななんてね気持ちにもなりますよねいろいろとねあの調理終わった後そういうまた あの雑談になっております。ええ、あ、<laughs> いいですね。まあ、こういった健康経営を行ってきて、どんな成果がありましたか。そうですね。あの、今もいろいろ、そういうふうに言葉ではいろいろ伝えてやってきてるんですけど。なかなか目に見えた成果というのは、実は見えてきてなかったなというふうに思うんですけど。まあ、今回、あの健康企業宣言を行って、そのステップワンの。 認定を受けけけたわけですけどそれに関しましまてあの教会憲法さんよりあの事業所の健康度を診断という結果のレーダーチャートというのをもらったんですね。それを見たらですねうちの会社がまず生活習慣病につながるですね、まあ、福井、血圧脂質のリスクが高くてです、ねまあ、メタバの予備軍と言われる人が多くいたということと、えー、運動習慣が少ないということが分かりました。 えー、もっとこう具体的に健康意識向上のためにですね取り組む課題が明確になったんで、まあ、まずはあのー、これも,もう社員個別にですねその予備群の人に一人一人にですねちょっとお前はその傾向があるぞという話をさせてもらって運動習慣をどうやって増やそうかということも今具体的にやっていくということのふうにちょっと伝えていきたいなというふうに思ってます。 この見える化って大事ですよね。そうなんですよ。はい、意外とその数字でなかったもんで、たら要は不健康だぞとかいうことしか言えなかったんだけど。こういう数字が出てるんだから、確実にね、これを左右用という、そういう目的がはっきり見えてくるんで。非常にちょっとやりやすくなりました。はい、社員の皆さんも、あ、やらなきゃなのって思われたんじゃないですか。はい。まあ、そういうふうに言ってくれています。あ、そうですか。はい、では、最後に。 健康経営のさらなる高みを目指していくための取り組み健康経営プラスワンの宣言をお願いします、はいえー、と当初はです、ね、実はあの最初の方に説明した業務の中に自動制御の機器をいろいろ扱っているものですからそういった機器というのは必ずメンテナンスをしなくちゃいけないということで、まあ、お客さんの設備をメンテナンスすることによってですね長く安全に使用していただくということを行ってきています。 まあ健康で長く働くためには、まあ、日頃から自身の健康管理を行いましてさらに定期的なメンテナンスを行うということで検診を必ず受診しその結果をもとに次の対策を行っていくということが重要と思っています、まあ、現在、社員の,あの検診の受診率は100%なんですけど実を言うとその扶養者社員の13名の扶養者があの特に奥様とかご家族の方がいるんですけどそこの受診率は非常に悪いんです。 それで、まあ、奥様宛にダイレクトメールを出してもらってできれば検診を受けてくださいということをお願いしております、まあ、その結果もちょっとまたフィードバックで今聞いてるんですけどなかなか言ってもらえてないというのもあるのでそこをまず100%受診率上げるということに今注力してやっていきたいというふうに思っておりますやっぱり家族の支えあっての、まあ、仕事ででですすすもんんんねそ、はい、そうなな<ー>の通りなんです機械も人間もメンテナンスが大事だと。そうなと思います <laughs> それで長く使うという長く働けるというのが私もいいと思うんでこれからますます長寿の世界ですから長くそれこそ働いてもらえればいいなと健康でですねそういうふうに思っておりますわ、はい、かりました今日は PF オートメーション株式会社代表取締役社長田辺治さんにお話を伺いしましたどうもありがとうございましたありがとうございました今日のコーナーの模様をもう一度お聞きいただけます KNB ウェブ、KNB アプリのポレタテワイド朝生のページからカテゴリを開いて健康経営を選んでください過去の放送回も聞くことができますここで協会憲法とえま支部からのお知らせです年に一度の健康チェック協会憲法では三十五歳以上のお勤めの方に労働安全衛生法に基づく 定期健康診断項目はもちろん胃がん、大腸がんなどのがん検診もセットで受けられる生活習慣病予防検診を行っています協会憲法から費用の補助が受けられるのでお得です費用も内容も充実したお得な協会憲法の生活習慣病予防検診を利用していない事業主、加入者の皆様切り替えを検討してみてはいかがでしょうか 受診できる検診期間や申し込み方法受診対象年齢など詳しくは協会憲法のホーームページをご覧ください次回健康経営のコーナーは2月27日月曜のこの時間にお送りします。